しも明日隕石が落ちてきたら納豆ご飯食べまーす。YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。京一郎です。何それ納豆ご飯食べる宣言。今日はですね、はい、京ちゃんの反応を見たいと思う。反応ですか。はい、お目目つぶりして。じゃあもうノーリアクションでいきますね。先に言っときます。うん、どんなことがあってもリアクションしない。はい、紙だ。見るかな。紙。目を開けてください。婚姻届を書こうのコーナー。うん、リアクションしましたね、あなた。いやまあ何が来るかはちょっと分かんない。え、なんかどえそういうこと。書いて、まあ、とりあえず書いとこうってこと。うん、ああなるほどね。やめてよ、なんか気づいたらもう席入ってるみたいなのだけは。俺一応そういうピュアなの心持ってるから、2人で一緒に市役所行ってみたいな記念撮影撮ってみたいなのをやりたいと思ってるから。じゃあまず書こう。いっぱいあるよ。そうなんです、いっぱい書くことがあるんです。めんどくさいんです。もうこれ書けばいいのかな。とりあえずじゃあ書きますよ。書いてる書いてる、ちっちゃい字で書いてる。宇佐美京一郎。うん、間違ったけど。え、どのぐらい間違えた。東京の京がもうとんでもないことになってるけど。こっちにチェックしたかな。妻の死。嫌だ。だって前じゃんけんして決めたじゃん。これで俺麗華の名字になるってこと結構ですよ。ありがとうございます。回収します。ここで字体を変えれるらしいよ。例えば相沢の沢とかあるじゃん、うん、幸せって書く方から三髄に尺っていう方に変える。簡単な方に変えてる。そう、すごいね、変えれるんだね名前で。ここに俺の名前変えて、俺が印鑑をして、で保証人。証人誰にする。なんかお世話になった人とか親とかなんだけど。親ができんの。成人してる人誰でもいいんだよ。家族。誰でもいいよね。俺そういうの達者ツッタで。できましたか。うん、こちら回収させていただきたいと思います。回収なの。回収です、大事に。もうそれがそれでいっちゃうの。そんなふざけた紙で、そんな愛してるぜベイベーって裏に書いてふざけた紙で。いいじゃん、こんなのついてる。じゃあちょっとママに電話して本籍教えてって。ああそうだね、ちょっとママに聞いてみて。もしもし。何してんの。今仕事中で昼休み早いけど。ああ俺の本籍ってどこ。簡単じゃないの。あとさ、婚姻届書くのにちょっと本籍分かんないと俺いつまでたってもこれ出せないから。あ、マジ出すの。いや、なんか今 YouTube の動画撮りながら書かされたんだよね、婚姻届。あ、マジ。やっとあなたの長男も結婚しますから。あ、すごい、どうしよう。ちゃんとあれかな、やっていけるのかな、レイカちゃんのこと。ええー。ゲーム1700時間ぐらいやってるみたいだから大丈夫かなと思って。そうそうそう。え、やっとしてもらえないんじゃないかと思ってた。うん、してもらえないんじゃないかって思ってた。いやいや、もう少し周りが落ち着いたら多分顔出しに行きますんで。うん、ジェハンとバターにも今死んだって誰も葬式来てくれないから死ぬんじゃないよって言ってある。うん、頑張ってよ。はいはい、うん、頑張って、はい、じゃあお仕事頑張って。はいはい、はい、じゃあね、はい。嬉しそうだったね、ママ。笑みがこぼれてたね、声色から、うん、そうだね。結婚してくれないんじゃないかって書けました。はい、ありがとうございます。はい、こちら私も書きますね。はい、それでは京一郎さん、はい、こちら回収させていただきます。回収。え、はい、ちょっと出す日とかちゃんと決めなきゃダメだよ。出す日いつにすんの。やっぱ記念日とかにしたいから、やっぱりいつでもいいですよ、ね、いつでもいいとかないの、やっぱり。いつでもいいとかないの。忘れない日がいいんじゃない。忘れない日だから結構。666 6月66日。666 京ちゃんの方がロマンチックということは分かりましたね。
それじゃあ皆さん、明日隕石が落ちてきたら僕は迷わず納豆ご飯を食べたいと思います。ごちそうさまでした。これからも京一郎と私をよろしくお願いします。あ、お願いします。リリちゃんの本当はお許し出てるの、ちゃんと。あー、なるほど。なんて言ったの、これ。許されない、許されない、許されない。末永くよろしくお願いします。よろしくお願いします。